海上自衛隊イージス艦のマヤと、ハグロの迎撃試験が、ハワイ沖で行われ、また、ハグロどちらとも、迎撃試験成功との情報をキャッチしました。今回は、この海上自衛隊護衛艦マヤと、ハグロを詳しく見ていきますね。今回の迎撃試験は、新しい迎撃ミサイルシステムを搭載しての迎撃試験でした。やはり、MS6 の性能は確かということがわかりましたね。北朝鮮よりも、中国の方がビビっているかな。もう、すでに、多くの方の記憶には、2022年の始まりの印象は、薄れているかもしれないが、日本にとっては、北朝鮮によるミサイルの多数の発射に念頭からさらされ、安全保障環境が大いに脅かされる形からスタートした年だった。さらに、北朝鮮は韓国とアメリカとが合同での大規模な軍事演習を行った2022年秋より、再び各種の弾道弾や巡航ミサイルの発射を活発化させ、これまでの歴史の中でも、最も多い発射数を更新することとなってしまった。アメリカが大型の原子力航空母艦のロナルド・レーガンら空母打撃群まで朝鮮半島の軍事演習に投入したのは実に2017年以後は初のことで、北朝鮮が核実験を再開する可能性を危惧し、牽制を行ったものだった。2022年11月時点では、北朝鮮が核実験を再開するまでには至ってはいないが、アメリカや韓国が合同軍事演習の慣行によって、北朝鮮の動きを制止できたかといえば微妙であり、むしろミサイルの発射を促進した感すら拭えない。これは、アメリカや韓国の合同軍事演習の虚構を無駄だと非難しているわけではなく、ロシアから、ミサイル技術の取得を進めた北朝鮮は、その戦力を、これまで以上に、威嚇に使用する姿勢を強めたと見るべきだという意味である。日本にとって、北朝鮮は、通常戦力での戦闘が想定されるような相手ではないが、盛んに、開発と発射を行っているミサイルは、核弾頭が搭載可能で、しかも、その飛翔精度が、完全ではないだけに、不慮の事故が発生する可能性もある。そうした状況にあって、日本のミサイル防衛はといえば、2020年6月に、陸上配備型のイージス・アショアの配備が、ブースターの落下制御ができない問題が浮上、急遽、その導入が中止されるなど、先行きが不透明となっていった。この導入が中止されたイージス・アショアに代わって、配備が行われることになったものが、同兵器より、レーダー等をそのまま流用するイージスシステム搭載艦の2隻であり、一時期は、相当な巨艦となることが報じられ、物議を醸した。結局、この時に一時的に報じられた巨艦のイージスシステム搭載艦も、その案は、撤回され、現行のイージス護衛艦らと、同様な規模艦で新造する方向に、落ち着きを見せ、ある種の安堵感を感じさせたと言えるだろう。現在の2022年時点で、海上自衛隊は、イージス護衛艦としては、就役した順番で、金剛型を4隻、アタゴ型を2隻、そして、最新鋭のマヤ型を2隻、つまり、合計で、8隻の艦艇を保有、運用している状態となっている。これらの中で、最新鋭のマヤ型の2隻、1番艦のマヤと2番艦のハグロが、2022年11月16日から21日にかけて、太平洋のハワイのカウアイ島の沖合にて、弾道弾迎撃用の SM-3 ミサイルの発射テストに成功したことが報じられた。実は、そもそも、日本の海上自衛隊のイージス護衛艦が、2隻揃って、こうした迎撃用の SM-3 等のミサイルの発射テストを実施したこと自体が、初の取り組みであり、北
北朝鮮の動きを睨む中では、久々に明るい話題だと思える。今回のマヤとハグロのマヤ型イージス護衛艦の弾道弾迎撃用のミサイル発射テストには、ステラー、ニオーなるプロジェクト名称が付されており、その名に恥じぬ成功で終了したことは、実に感慨深い。まず、11月16日に行われたテストでは一番艦のマヤが、アメリカ軍が打ち上げた弾道弾を模した標的に対して、VLS、垂直発射艦に搭載した SM-3 ミサイルのブロック 2A と呼ばれるバージョンを発射し、その迎撃を成功させた。続いて、11月19日には、2番艦のハグロが、同様にアメリカ軍が打ち上げた弾道弾を模した標的に対して、VLS、垂直発射艦に搭載した SM-3 ミサイルのブロック 1B と呼ばれるバージョンを発射し、その迎撃を成功させた。今回、マヤが発射したブロック 2A、ハグロが発射したブロック 1B と呼ばれている形式の、おのおのの SM-3 ミサイルは、いずれも、大気圏外で標的を捉え、見事に迎撃に成功しており、想定された通りの成果を示した。さらに、11月21には、これまでと同様に、アメリカ軍が打ち上げた弾道弾を模した標的に対して、まず、マヤが、レーダーセンサ類を用いて、その標的を捕捉、その情報を、ハグロに連携し SM-3 ミサイルのブロック 2A で対処するシナリオが試された。この最後のテストでは、実際には、ハグロから SM-3 ミサイルのブロック 2A の発射は行われず、あくまで発射に至る工程が、シミュレーションが行われた形ではあったが、これも、想定の通りに機能したと、報告されている。最後に行われたこのテストは、弾道弾の捕捉を行う艦艇と迎撃を行う艦艇とが、別の、いわゆる EOR、エンゲージオブリモートと呼称される内容であり、股間ごとに目標を探知し、迎撃を行うより、さらに高度なオペレーションが求められる。当たり前の大前提ではあるが、地球は、丸いために、時間のみのレーダー等による標的の探知範囲は、水平線に遮られて、どうしても限界が生じるが、EOR、エンゲージオブリモートの機能を使用することで、飛躍的に迎撃可能範囲を広げることにつながる。EOR、エンゲージオブリモートでは、迎撃ミサイルの発射のタイミングのみでなく、発射後の標的に対する命中させるまでの誘導までも、時間以外の遊軍戦力による制御が行われ、SM-3 ミサイルのブロック 2A は、この機能を前提に設計されている。そもそも、SM-3 ミサイルとは、短、中距離の射程を持つ敵の弾道弾を艦艇から迎撃する目的で開発された兵装であるが、その開発は1999年まで遡り、実際に発射テストが初めて行われたのは2006年の6月のことである。ここで用いられた SM-3 ミサイルが最初のバージョンのブロックIAであり、これは短距離弾道弾、および一部の中期より、弾道弾までは迎撃対象としているが、大陸間弾道弾等については、探知と追尾は可能でも迎撃能力は備えていない。よって、以後のバージョンであるブロック 1B においては、まず、すべての中期より、弾道弾まで迎撃対象を拡大し、続くブロック IIA では、限定的とは言いつつも大陸間弾道弾にも対処する能力が付与されて、現在に至っている。この SM-3 ミサイルのブロック IIA であれば、具体的に北朝鮮が保有しているミサイルでは、準中期より弾道弾とされるノドンや、中距離弾道弾の火星12号あたりまで対処は可能と考えられるが、それ以上の大型の弾道弾の迎撃は困難である。
まあ、北朝鮮がアメリカに対抗する上では、その本土までも、十二分に、射程距離に収める大陸間弾道弾の完成と配備を、市場の目的としているのだろうが、そうした種類の弾道弾に対しては、日本周辺からの迎撃は、未だ難しい状態ではある。さらには、中国が配備を進めている、ディフェンダー17のような極超音速兵器を、北朝鮮も開発中とめされており、こうした新種のミサイルは、現行の SM-3 で対処する範疇から、外れているため、新たな迎撃手法が模索されている途中となっている。そもそも、こうした迎撃すべきミサイルが、日進月歩で進化していることを抜きにして、現行のミサイルの迎撃を主眼に置いたとしても、日本が、ミサイル防衛用に、常時配備しているイージス護衛艦2隻で対処可能な数には、限界がある。日本のイージス護衛艦は、1隻あたりで、金剛型が90セル、アタゴ型トマヤ型が96セルの VLS、垂直発射艦を装備しているが、これらすべてに SM-3 を実装したと仮定した場合でも、つまり192発が物理的な最大数となる。実際には、他の対艦攻撃用、対潜攻撃用等のミサイルも VLS、垂直発射艦には搭載していると考えられるため、これよりも少ない数で、敵からの飽和攻撃は成功する可能性があり、そもそも全てを迎撃することこと自体が困難なことは言うまでもない。